どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっとね、これはね、あんまり良くないやり方だと思うんですけども、まあ、これ決まってたのかな？ちょっとね、真意はわかんないわけなんですけども、本日ですね、バンドルカードがですね、4月24日より ANA Pay、イデアをですね、チャージルート塞ぎますっていうのをね、発表いたしましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今日のね、日付変わる、11時ぐらいに、ね、動画出てる、正確には昨日の夜11時ぐらいにね、出てると思うんですけども、こちらの動画でね、バンドルカードが、アメックスからのチャージに対応したんですよね。で、これでですね、アメックスで、チャージしたいっていう方は、これでね、バンドルカードね、発行された方かなり多かったと思うんですよね。まあ、このアメックスからバンドルカードリアルプラス ANA Pay っていうね、ルートで利用したいっていう方で発行された方ね、多かったと思うんですけども、なんとね、今日になってですね、このバンドルカード ANA Pay イデアのね、チャージルートね、4月24日からできなくなりますよということで、発表したんですよね。まあ、これはね、もともと決まってたのだと思うんですけども、昨日ね、アメックスからチャージできるようになりましたっていう前に言っていただければね、発行しなかった人ね、かなり多かったと思うんですよね。ですので、今回ですね、ちょっとね、こちらはね、もともと決まってたと思うんですけども、いやね、これは残念ですよね。ということで、2024年の4月の24日から、このバンドルカードから、ANA Pay、イデアね、チャージできなくなるっていう風になりますんで、一応ね、今回ね、どういった感じでね、変わるのかっていうのをですね、話ね、していきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、先日ね、キャッシュがですね、ANA Pay に、3月21日でチャージルート終了っていうのをね、発表しておりますよね。で、それの代わりになるのが、バンドルカードね、リアルプラスであれば、このね、ANA Pay に、チャージすることができたり、イデアにね、チャージすることができるということで、私も含めてね、発行したわけなんですけども、残念ながらですね、4月の24日から、このね、バンドルカードから ANA Pay、イデアも、チャージすることができなくなってしまったっていうふうになりますんで、昨日の、ね、動画で話させていただいて、アメックス、バンドル、ANA Pay、アメックス、バンドル、イデアみたいな、こういったルートはですね、全体的に4月24日で、利用ね、することができなくなるっていうふうになるんですよね。まあ、それ以外にもね、ここ、2、3ヶ月でですね、こういった感じでね、いろいろ発表あるんですけども、昨日ね、このバンドルカードがアメックスから JCB ダイナスからね、チャージできるようになったっていう発表ね、して、発行された方ね、結構いらっしゃると思うんですけども、なんとね、今日になって ANA Pay イデアね、塞ぎますっていうことを発表したっていうふうになりますんで、いやね、決まってたのであればね、このアメックスの JCB とかでね、まあ、一緒に発表してくれればね、発行しなかった人ね、このリアルプラスね、有料っていう風になりますんでね、いなかったと思うんですけども、まあ、今回ですね、4月の24日から、ルートね、終了ということで、アメックスからね、チャージすることは、まあ、JCB ダイナスね、できるんですけども、このバンドルカードからの出口に関しては、もう ANA Pay、イデアね、利用することができなくなるっていう風になりますんで、本当にね、このキャッシュが使えなくなった時と同じね、感じのルートにね、戻るっていう風になりますんで、いやね、これはね、残念ですよね。まあ、で、どういった感じでね、ルート変わるのかっていう話なんですけども、まあ、今までね、昨日話させていただいた、このアメックスから、バンドルカード。で、これがね、もともと au Pay プリペイドで利用することができてたわけなんですけども、 Apple Pay でね、 ANA Pay にチャージで、これ、まあ、こちら今もね、できるんですけども、こちらで利用していただくと、還元率がね、1%取れたりですね。またね、au Pay プリペイドは上限がね、月5万とか決まっておりますけれども、バンドルカードの方はね、もうちょっと余裕がありますので、まあ、こちらでね、利用されたいって方ね、非常に多かったと思うんですけれども、まあ、4月24日で、ルート封鎖っていう風になりますんで、まあ、おそらくね、これだけ ANA Pay のね、入り口のルートが塞がれてきているっていう風になりますんで、多分 ANA Pay の方からね、ルート塞いでほしいみたいなのが来てるんですかね。本当に、こちら見ればね、わかる通り、もうね、残らされてるのはもう au Pay プリペイドから ANA Pay、これの Apple Pay だけ残ってる感じなんですよね。もうここが塞がれたらね、もう ANA Pay にチャージできるのっていうのは、先日、チャージ元がね、結構厳しい、JAL Pay ぐらいしかね、チャージすることできないっていう風になりますんで、これはね、なんかありそうですよね。
で、今後はですね、このね、アメックスからバンドルカード自体ね、チャージすることができて、まだね、昨日チャージして、私も自身もね、チャージして、まだね、ポイント、満額ね、取れてるっていうね、確認は取れてないんですけども、まあ、おそらくね、まだポイント付与半減とかにね、入っておりませんので、おそらくね、しばらくは、このアメックスからバンドルカードのチャージ 1% はね、取れると思うんですけども、まあ、このね、今後はこの、バンドルカードから B43 とかですね、まあ、スイカに利用していただいたり、またね、PayPay とかね、紐付けて利用することができるっていう風になりますんで、こういった感じでね、利用していただくっていうところですかね。アメックスがね、満額取れるうちはね、まだ使い道あると思うんですけども、これがね、0.5 とか、もしくは0になった時にですね、どうすんだっていうところですよね。で、今後はね、バンドルカードがね、今回 ANAPay にね、塞がれてしまいましたので、アメックス使ってる方に関しては iPhone の方はね、こちら、アメックスから AUP プリペイドで、Apple Pay で ANA Pay チャージですね。そこから ANA Pay からモバイルスイカね、流していただければ、今後ね、スイカでも利用することがね、0.5% 上乗せで利用することができるっていう風になりますんで、まあ、こういった感じでね、利用していただく感じですかね。まあ、投資信託ね、購入するルートに関しては、本当にね、こちらに戻ってきたということで、まあ、このね、アメックスからの場合は、iPhone の方限定にはなりますけども、アメックス、AUP プリペイド、Apple Pay で、ワオもしくは7個で、その下、ミニストップであれば楽天バリアブル、7個だったら楽天バリアブル、セブンイレブンで購入していただいて、まあ利用していただく。まあこのルートしかね、もうないっていった形になりますね。本当にね、このルートがね、封鎖されたら、お得に投資信託購入していただくっていうね、ルートはね、本当になくなっていくかなっていうところですね。で、こちらね、昨日、紹介させていただいたルートになるわけなんですけども、このアメックスからバンドルカード、で、バンドルカードからこの ANA Pay がね、せっかく開通したところだったんですけども、4月の24日でこちらね、利用することができなくなりました。で、今回ですね、まあ私たちはね、どうにかこの楽天エリーにね、つなげたいということで、まあまあもちろんね、この還元も取りたいですし、このね、アメックスからの還元も取りたいんですけども、今一度ね、このアメックスのクレジットカードの決済修行という意味でですね、まあポイントは取れなくてもいいけど、ここですよね。楽天の投資信託とか、またね、楽天ペイで使って、まあ 1% 還元取れたりとかね。まあちょっとポイントは取れないですけども、こちらね、楽天ペイで請求書支払いでね、税金支払っていただいたりね。まあこういったルートをね、どうにか組めないかということで、今一度ですね、プリペイドカード全部ね、楽天エディに登録ね、やってみました。はい。ですけども、やはりね、このプリペイドカードで、この楽天エディにね、チャージすることができるっていうものは、ございませんでした。やはりね、この ANA Pay ね、なんでできるのかわかんないですけども、この ANA Pay はですね、この楽天エリーにね、チャージすることができるということで、本当にね、ここがね、いいですよね。で、今一度ね、考えてみたんですけども、これね、直チャージできないのかなと思ったらですね、なんと直チャージできました。はい、その代わり、ポイントは取れません。ポイントは取れないんですけども、一応ね、直チャージはできるっていう風になります。私ね、多分今まで言ってなかったと思いますし、昔は確かできなかったと思うんですけども、違かったかな。はい、ちょっとね、実際ね、ちょっとやってみたんですけども、アメックスね、まあこの前ね、バンドルカードでやりましたけど、まさにあのまんまですね、このアメックスを楽天市場で登録していただいて、楽天チャージアプリで楽天カードのね、エディで私はやりましたけども、そちらでチャージする際に、アメックスをね、選んでいただいて、楽天エディにチャージ。で、楽天エディからこの楽天キャッシュもね、無事チャージすることができたっていう風になりますんで、まあ本当にね、こちらは、決済事業の中でもね、本当に最終手段になるかと思うんですけども、一応直チャージね、昔できなかった気がするんですけども、一応ね、できるっていう風になりますんで、その代わり還元はゼロっていう風になりますんで、まあいくらね、チャージしたところで、ポイントはね、一切取れませんけども、まあ決済額のね、分を、まあこの請求書支払いとかでね、手数料なしで払ったりね、投資信託とか購入されたいっていう方は、まあ最終手段でね、こちら利用していただくのはね、まあいいのかななんていうふうに思うんですけども、まあこちら Android の方はね、もうこれしかルートがないかなと思いますので、もしね、利用されたいっていう方は今後はね、こちらで利用していただくのはね、いいのではないのかなと思います。
で、またですね、昨日、説明させていただきましたけれども、早速ね、こちらも利用することができなくなるっていう風になりますんで、アメックスからね、1% 還元でバンドル。で、バンドルがもう今回も使えなくなりましたので、まあ、4月24日からね。ですので、今後アメックスから直チャージ。ここね、ポイント、チャージはできるんですけども、ポイントゼロなんですよね。はい、ポイントがゼロですけども、まあ、チャージしたかったらもう本当に、こういう感じでね、チャージしていただくっていう感じですね。まあ、ポイントは取れないですけども、外貨決済手数料も取られないっていう風になりますんで、まあ、これはね、ちょっとどっちがいいのかっていう部分はございますけども、私みたいにね、アメックスの決済事業をされている方は、まあ、ポイントがなくてもね、ヒルトアメックス200万、マリオットアメックス400万、マリオットプラチナね、ヒルトンダイヤモンド取れたりしますので、まあ、こういったので利用されている方は、まあ、ここからね、もう直チャージで利用していただくのがね、まあ、いいのかなっていうところですかね。で、またですね、この ANA のね、クレジットカードですよね。この ANA Pay にね、結局ね、チャージすることができなくなるっていう風になりますんで、ビザ、JCB ね、すべてこちらね、もう利用することができなくなりますので、基本的には、直チャージで ANA Pay にチャージしていただくっていう風になりますんで、まあ、下のね、プレミアムカードもそうですけども、直チャージっていう風になっておきますので、ゴールドカードは 0.6% 還元で、チャージすることができます。プレミアムカードに関しては 1.1% でチャージすることができますので、まあ、一応ね、こちらでチャージして、ここでね、使えば一応 0.5% 上乗せなんで、1.1% 還元、1.6% 還元でね、利用することができるんですけども、まあ今までに比べるとね、0.5% ね、下がるっていう風になりますんで、まあこれはね、痛いですけども、ANA のね、ライフソリューション、こちらのダブルカウントも、今回のこれで塞がれてしまったのではないかと、思うんですよね。まあ、もともと JCB はね、できなかったですけども、これでね、ANA Pay にね、チャージできるっていうのが、一応、マスターカードとアメックスだけ、AU Pay にね、まだチャージできますんで、ライフソリューションね。ですので、アメックス、マスターカードから AU Pay、ANA Pay、Apple Pay でね、チャージしていただければ、ライフソリューションダブルカウントはまだ取れるかなっていうところなんですけども、本当にね、それぐらいになるっていう感じですよね。で、次にこちらも影響が受けますよね。この三井住友プラチナプリファードね、通常還元率が 1% 還元。100万円利用すると、プラス 1% で 2% 還元。ナンバーレスのゴールドは基本が 0.5 で100万円使うと 1% で 1.5% 還元でね、利用することができるクレジットカードなんですけども、こちらはね、100万円修行っていうのをね、してる方は結構多いと思うんですけども、今までね、このバンドルカードにチャージしてる、まあ、キャッシュもそうですけども、こちらにね、チャージしていただいて、こちらでね、利用していただいて、1% 還元ね、取って、で、こっからね、まあ、ここは還元がないんですけども、ANA Pay でね、還元率を上げることができておりましたので、ナンバーレスのゴールドはね、100万円まで 1.5% 還元、70% で ANA マイルに交換することができますので、1.05% 還元プラス 0.5% で 1.55 でね、100万円まで ANA マイル還元に高めることができたんですけども、今後はね、こちらのルートも利用することができなくなる感じですね。で、三井住友プラチナプリファードは通常が 1% 還元、100万円使うと、400万円まで 2% 還元のクレジットカードっていう風になるんですよね。で、2% で、さらにね、リボ払い使っていただくと 2.5% 還元で、利用することが400万円までね、利用することができるっていう風になりまして、まあ、それをね、70% で交換していただくと 1.75% で ANA マイル還元率ね、叩き出すことができてたんですよね。まあ、このままね、ANA Pay にチャージできれば、ここからね、0.5% ね、上乗せね、できていたということで、最大還元率は 2.25% ANA マイル還元率ということで、めちゃくちゃ高いね、マイル還元率だったんですけども、こちらもね、封鎖になってしまうっていう風になります。三井住友カードのプロパワーはね、この ANA Pay に直チャージできるんですけども、還元がね、取れないっていう風になりますんで、ここはね、ちょっと痛いですよね。はい、ということで、今回ですね、バンドルカードがですね、昨日ね、アメックスからチャージを開始したということで、非常にね、盛り上がってたところで、4月の24日から、イデア、ANA Pay ですね。バンドルカードからチャージすることができなくなりましたということで、まあ、結局ね、キャッシュがなくなって、バンドルカードが出てきて、バンドルカードだってなって、結局使えなくなったっていうことで、まあ、キャッシュがなくなった状態にね、戻ったみたいなね。まあ、そんな感じになったわけなんですけども、いやね、昨日発表してほしかったですね。
はい、本当にね。まあ一応ね、Android の方は、今後ね、まあ直チャージであれば、楽天証券のね、投資信託まで持っていくことは、一応できることはできるんですけども、還元はゼロなんでね。まあここは本当に最終手段っていう感じにはなると思うんですけども、こちらはね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリア診断、ポイントサイト診断ね、やっておりますので、ぜひね、こちらから無料で利用することできますんでね、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。